ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の全つながるラジオ。熱帯夜の煩わしさを忘れさせたい3分間、今泉です。住友美ジェラです。そして今月からファンキリは会場編がスタートしました。ということで本日から会場編をこの方と盛り上げていきたいと思います。誰だよ誰だよ。お日様、こんばんは。今日はいい夜。え、今なんて言ったかな。あ、金庫って言ったよな。たとえお日様でも許さねえ。はい、コマンドキラーズ如意金庫房コマンドフリック役の田中ネオです。よろしくお願いします。すごい。いやー、表現これはね、見えないんですよ。見える見える見えます。マジックミラー。マジック。違います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 。はい、田中さんとジェナさん、美女2人に囲まれて今泉さんどうですか。どうですか。いいなー。これ何の台本なの。誰目線なのこれ。いいなって書いてある。田中さんの印象やエピソード、はい、田中さんはやっぱあれですよね、なんか面白そうな人っすよね。面白そうな人。面白そうな人ですか、うん、なんか多分若めだけど一周回ってこう話が合いそうな感じがする。若いのに。若いのに。ありがとうございます。うん、ということで、はい、今日今週と来週は特別企画でお送りということで、の今日はいつも通りねえねえひまぴんのコーナーをやりたいと思います。特別企画で送りますが、今日はいつも通りいきましょう。ますがです。今日はいつも通りです。あのこのコーナーをですね、あのねおちゃんにメールを読んでいただければと思います。はい、はいはい、ラジオネーム DDD さんからのねえねえひまぴん、如意金庫房みたいな背が大きい女性を今 P はどう思いますか。これあれですよね、日本人が抱える問題ですよね。あ、結局小さいんですよみんな男が。うーん、だから、まあ、背がでかいことに対するコンプレックスがある人たちいるけど、ね、まあ、残念ながら僕は背が181センチあるんだよ。でかーい。高身長。まあ別に180まで OK。 プロデューサー。180まで下は140から180までいけるから。190はダメなんですか。大きいかな。190と180でいたら結構嫌じゃない。まあでもやっぱ抜かされるのは嫌ですかね。如意金いくつなんだっけ。175です。あ、全然如意金全然セーフ。え、でもヒール履いたらこんな感じや。ヒールでも抜きますよ。いいんですか。別にヒールそんな高いヒールで、その年でその背の大きさでそのヒール履くやついないでしょ。なんでそんなに背伸びしたいとしてもらうの。今日盛り上がるね、やっぱね。うん、壁があったが盛り上がる。ではまた来週。明日。